縛ったところが白くなるっていうようなあのやつになるんですけど、なので例えば、こういうまだら柄とかだったら、T シャツをシワクチャにしていくんですけど、シワクチャ、そう、こうやってシワを寄せ集めていって、そうするとこの表面に出てる部分は色が染まるし、この織り込まれてる部分は白く残るので、こういう感じのまだらになっていくんですけど、ああいう例えば渦巻き柄とかは、これを T シャツをこうやってねじっていったら、ああいうのを例えばこうやって先端をつまんで、ここをゴムでギュッと握って絞ってあげると、こういう感じの丸い柄になるし、これ、あ、そっか、こう絞って、ここに色をつけたら、そうですね、こういう外側だけこう線の丸になるし、この真ん中の部分も絞ってあげると、かもしれないけど、こんなのは先輩だけど、朝しっかり食べたの。え、どこ止まってるんだったっけ？あれだったらこっちも使ってもらって大丈夫ですよね。絞って、ここに中、こうして。